ゆっくり待ちましょうか。
くよ。行こう。完璧な作戦だったのです。任せて。よし。任せて。
任せて。どうだ。やれやれ。よし、行こう。いたぞ。
化け物か。にゃなに？なんじゃと？これは。
子供たちは情報を教えるなら見逃すと約束し、二人の老将校はしぶしぶ従うことにした。それだけ言うと、二人の老将校は逃げ出していった。子供たちは約束を守り、二人を見逃した。村のみんなの行方を聞いた子供たちは、その情報を信じて戦車を再び走らせた。なるほど。
ベルマン帝国軍の老将校らに聞いた。村の人々が移送された南の鉱山地帯へ子供たちは向かっていた。やれやれ。期待と不安で胸がいっぱいの子供たちの前に、幻と思っていたそれがはっきりと姿を現した。ダメ。光る人影はその声と口調からどうやら少女らしいと子供たちは感じた。少女の正体や戦ってはいけない理由を尋ねても
少女は同じ言葉を繰り返しただけで姿を消した。戦い続けたことで固めた子供たちの覚悟は少女の言葉で揺らいでしまった。少女の警告で迷いながらも敵は襲ってくる。迷いながらの戦いは子供たちの心を弱らせていった。いつもあなたたちを見守っているから。もうすぐみんなを助け出せるわ。負けないで。そんな時、ラジオから繰り返し聞こえてくる声が子供たちを励まし、支えるわずかな救いとなっていた。行こう。ゆっくり待ちましょうか。どうか。行きましょう。何かしら。見て。
何かしら。何かしら。任せて。お手伝いする？手伝おうか。よし、何なのです？